アルテオンはドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンが製造、販売している中型5ドアセダン及びステーションワゴンである。CC の後継車種にあたり、かつフィデオンが存在する中国市場を除いた販売地域でフラッグシップモデルとなる車種である。サッシュレスドアを持ち、いわゆるピラードハードトップに類する。日本での販売2017年10月25日に、 日本仕様の販売を開始。2018年10月26日、シングレード TSI4 モーションエレガンスを追加発売。内装はチタンブラック、ミストラルグレー、バレンシアブラウンの3色のカラーバリエーションを設けたナパレザーシートを採用し、デコラティブパネルにはウッドパネルを採用。外観は専用フロントバンパーを装備し、ドアミラーや、 アルミホイールはシルバーとした。その他、専用装備として、ステアリングヒーターも装備された。合わせて、既存の DSI4 モーション R、ラインアドバンスを含めて選択可能の新オプションとして、プレミアムサウンドシステム、ダイノディオと電動パノラマスライディングルーフで構成された、ラグジュアリーパッケージが設定された。2021年7月13日、講述する。 フェイスリフトが日本でも行われ、ワゴンタイプのシューティングブレーキが追加設定された。グレード体系は従来型の体系を引き継ぎ、TSI4 モーション R ライン、TSI4 モーション R ラインアドバンス、TSI4 モーションエレガンスの3グレードとなり、シューティングブレーキも同じグレード体系で設定される。二千二十年七月九日にアルテオンのフェイスリフトを発表し、 新たに3つのモデルを追加した。またこの改良で10.25インチのドライバーズディスプレイや8.0インチまたは9.2インチのタッチスクリーンを備えた新しいインフォテイメントシステムが装備された。シューティングブレーキこの改良で新たに投入されたステーションワゴンで565リットルの加湿を備える。アールターボーチャージャー付き2.0リットルのガソリンエンジンを搭載し、 最高出力と最大トルクは 316bhp と420 n m となるパフォーマンスモデル。変速機は7速、dsg、駆動方式は4輪駆動のみの設定。0から 62mph は約5秒。シューティングブレーキにも設定される。イハイブリッド2.0リットル自然吸気、ガソリンエンジンにモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドで、 電気のみでの航続可能距離は34マイルの最高出力は2 1 5ビット p h シューティングブレーキにも設定される。ありがとうございます。